はい、こんにちは。久しぶりの登場ですよ。いや、それね、1年ぶり。1年ぶりかぐらい。あの、前回はね、あのアイアンバスター3でこの車のここのとこだったかな、ちょうど紫になったやつ、ね、そう、紫になったやつをみんなにお届けしたと思うんですけど、今回は水垢です。水垢、気になるよね。もう普段から鱗みたいなでしょう、うん、でガラスはちょっとね、あの別の鱗材でもスパシャルのやつでね、 だいぶね、先にもう下地というかね、そう、実質済みだからあと流すだけみたいな状態で、ボディはね、またスパシャンが水垢バスター2、これですね。すげえ色よね、蛍光色すごいよね、うん、あの俺一番最初使ってたのは水垢落としってやつ、うん、動画でやったのは、うん、で、その次に水垢バスターっていうのが出たよ、うん、ちょっと改良したやつが。で、その次に出たのが第3弾、これ水垢バスター2 インパクトがやばい。そう、色がね、なんかホタルみたいな、そう、ホタルのお尻みたいなね、色してる。果たしてね、これがね、どれぐらい効くのか。まあ当然ね、あの能力が上がってるはずなんで。そうだね、うん、まあ、新しいからね。それがどう車に出るのか。あとね、水垢落としってどうしてもなんか手が荒れたりするっていうのがあって、あ、そう、強すぎて、俺水垢落としの時は手がちょっと荒れたんだよね。へえ。そうだから、これをちょっと今日もう素手で使ってみて実体験。そう、俺の手が荒れなければ、まあちょっとは製品改良されてるのかなと検証いう俺の人体実験も踏まえて今日やりたいと思います。はい、はい、じゃあ早速やってみましょう。はい、じゃあね、作る前にまず現状チェックです。はい、行きましょう。あ、これね、よくある嫌なやつだよね。これね、みんなこれ嫌がるよね、これ。ああ、これ手でこすったらちょっと消えるけどさ、消えるけどまだ薄い方なんだろうね。でもここちょっと見にくいかもしれんけど、この隙間がね、くすんでるんだよ。ああ、若干見えるか。ちょっと見にくいけどね、この隙間にどうしてもこのドアノブのこういうとこだったりとか、うん、こういうとこね、こう引いたとこの内側とか、こういうのに、まあ、鉄粉だったり、まあ、鉄板前を落としたからまあいいとして、水垢は大量にあるから、うん、それをシュッ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 とかけて落ちてトゥルンとなれば OK。 成功。はい、じゃあ早速作りますか。はい、はい、じゃあ早速作ります。水垢バスター2、これね、スパシャンの公式チャンネルでも、まあ、分量は言ってるんですけど、基本的に1対1倍希釈、100入れたら100の水で割ってください、5対5、ね、同じ、うん、量で割ってくださいってことで、どうしても頑固で取れない水垢っていうのがある人は直で原液でスポンジチュッチュッとやって、グチュグチュッとやってつけてください、そう、ペットつけてくださいよ。なんで今回はまあ基本に忠実、1対1でいきたいと思います。すごいよ、ね、そう、これがね、ボディにつけたらやばいんだよ。俺も1回使ってるんだけどさ、うん、すごいんだよこれね、容器がちょっと見えにくいから。うわあ、ぶね。これ映像撮れたやろ今ね、こういう事件が起こるからね、洗車場で見てこれ、もう洗車場の色を変えてしまった。もうケミカルだね、すごいよ、ね、やろう、荒れるよ、もう手がぬるぬるするぬるぬるするんだ、ぬるぬるする、まあ、溶剤だからさ、溶かす、あ、溶けるのかな。これね、容器も変えたんや、新しく。お前なんか透明なやつだったよね。そう、あれね、水垢バスター強烈すぎてさ、あのプラスチックが薄くてパリンって割れて、バケツの中で水垢バスターだらけになったっ て俺事件を起こして、 でこれホームセンターで1個いくらだったかな、200円か300円ぐらい、安いね、の容器で、じゃあなんかちょっと頑丈そうだよね、ちょっと分厚めの、中身の溶剤が何か全然わかんないってやつ、うん、なんかまあいいでしょうってこと、割れるよりはいいでしょうね割れるのはまずい。よし、じゃあ早速やりますか。はい、ね、とりあえず今車洗ったんで早速やります。果たしてどんだけ汚いか出てきちゃねえ。そう、これ、ね、色がまずびっくりだから、いくよ。これすごいわ、メッキモール周りとか多分ね、やばやばよ、出ちゃうかね。そうで、またあのアイアンバスターの時みたいにさ、しばらくずっと紫の汁出てまーすみたいないつになったらこれなくなるのみたいな、愛知帰れんやんみたいなその日帰る予定だったもんね。そうはい、かけました。これすごいわ。あと一応こドアもこすった方がいいから、一応スポンジでぐちぐち、すごいねしかしすごいな。でもそんなに
出てこないんだね。本当はハケがあると、ああその隙間とかはね、そういいんだろうけど、でもこれどうなんだろう。でもこれ色がついてるからさ、どこに使ったかっての分かる。そう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 、あの今までのやつは透明だったから、あの分からんみたいなどこにつけたっけなるからあでもね、なんか手はなんかそんなぬるぬるはするけど、なんかそんなになんか、うん、なんかあのダメージ受けてる感じではない、うん、そうそう、俺の体はダメージを受けて、まあ、俺が進化したからね戦車に対応適応してきた。そう、戦車に適応するお手手になったんかもしれないあ、でもなんかちょっとくすんでた色がちょっと取れたって感じがするかな。なんかちょっとドア全体にこう塗り込んだら今、おお、ちょっと違うかも、うん、ちょっとなんか茶色っぽかったのが、あのなんかパールっぽいよ、うん、まあ、黄色が入ってるのもあるんだけど、そう、綺麗な気がするね。ドアノブ周りが多分綺麗になるんじゃないかな。あーちょっと分かりにくいな、あんまり垂れてきてないからあれか、うん、垂れてきてないけど多分水で流すとここはもう全く弾かなくなってる。それちょっと見たいよね、うん、アイアンバスターみたいに臭くないからいいな。あれめっちゃ臭いよ、ほんまに。アイアンバスター強烈な刺激臭がするから。刺激臭、刺激臭、それちょっとまだ別の意味だ。そう、でもこのメッキモールとかがさ、これ水垢あったでしょ、ここあった、ないなってるよ、すごいよ。ほらこれシュッとやったらなくなって、金ピカよ。あ、こダメかもしれない。あ、全く弾かんね、スープもベロやね、これは。あ、でも違いわかるわこれ。白くなったね車が。うん、これはすげえな。俺の手もめっちゃヌルヌルする。マジで弾かねえじゃん。うん、やばい。じゃあこんな感じでボディ全体にやりましょう。はい。水垢バスターの威力。ああ。ヘッドライト。これくすんでたね、あっち。あ、そうね。汚いやつ、ね。今もう塗ってこれ、これ。これさ、色すごくない？そう、ちょっとかけるよ。いいよ。オーナーならわかる、この輝きを取り戻す。これ、これ全然ちげえよ。え？はい。待てよ、これ。おいおいおい。ちょっと離れてみよう。おいおいおい。いや、全然ちげえ。おー。ヘッドライト変えようって話しとったけど、これなら、まあ、これいいかもね。満足でしょ？これならいいよ。今日の洗車は以上で終わります。最後までやってくれ。いや、これすごいな。いや、マジですげえ、これ。復活した。タバコの闇が取れたみたいな。俺タバコ吸うからな。全然違えもん。これすごいね。開始前、開始後。ね。こんな感じでキュッと擦るだけよ。いや、マジでさ、これだけのために買ってもいいぐらいだよね。スパシャン神だよ。やばい。あ、でも表面に乗ってるっていうか、なんだろう、劣化した部分だから、実際これ劣化を剥がしてるから、これでコーティング、そう、コーティングせんと、やばいよね。維持できんから、スパシャンをかける。ああ。いや、これすごいわ。これマジですごい。これ作業中のドッキリだね。ね、びっくりした。残りもよろしく。はい。はい、終わりました。素晴らしいね。めちゃめちゃ綺麗になりましたよ。めっちゃ綺麗になった。やばくないこれ。ね、マジでツヤツヤ。そう、でもね、2020はね、あの肌触りはないんだよ。あ、そうなの。落としてる。ちょっと。その代わりツヤがアップしましたよっていう商品なの。いや、映り込みすごいよね、ちゃんと下地からやったら。めっちゃ綺麗。磨いてはないからあれだけど、磨かんでもこんだけ出るか、まだ塗装状態はいいってことだね。まだ持つかな、この車。素晴らしいね。一番びっくりしたのはね、多分道中に、動画の途中にあったと思うけど、このヘッドライトよ。ヘッドライトやばいよね。これ、もう中がくすんでるからあれだけど。いや、それでも綺麗になったよ、うん。もっと黄色かったもんね、タバコのヤニ並みに黄色かった。あの、表現しにくいけど、あの旅みたいな。何やろね、外の街灯のなんかくすんだ。ひどく言えば抹茶色になってたのが、うん、ちょっと薄茶色になったかなって感じ。やり続ければ逆に綺麗になるかもしれない。ね。うん。劣化させまくっていけばどんどん。手術やん。まあ、あかんくなったらすぐ早い。そう。はい、ということで、また電車が来ましたね。はい、ということで、見事、水垢バスター2、大成功です。これマジで成功と言っていいと思う。うん。
特にね、ひどい汚れがなかったからそんな茶色いのは出てこなかったけど、もともとこれツパシャン 2019S か、そうだね、 S をやってたから、それは綺麗に見事に剥げた。もう取れてたね、うん、全く水はじかんかった。そう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 。で、あとは俺の手だよ。どう今回大丈夫、30の手だからちょっとあれだからあれかもしれない。カメラアップしたから、そうシワがシワシワしてるからあれだけど、まあ大丈夫って。すごいね、うん、俺は大丈夫けど、結構ガッツリやってたよ、うん、ガッツリもう手にこうべっちゃりついとったけど大丈夫だった。だけど本当に手の弱い人はちゃんと手袋しましょう、まあ、ゴム手だな、うん、ゴム手ちゃんとやりましょう。はい、ということで今回はアイアンバスター2のレビュー動画でした。アイアンバスター2じゃなかった、間違えたやってもだよ、水垢バスター2のレビュー動画でした。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。